こんにちは、MTF 塾長、47歳の村田美香です。はい、今日は、ムービー撮り久しぶりの、メガネ理科です。そして相変わらず、滑舌が悪くて、カミカミなんですけれども、はい、ここが、村田理香さんの、愛嬌なので、はい、はい、ちょうど1週間ぐらい前のムービーでですね、少し痩せました？やつれました？なんてお話してるかと思うんですけど、あっという間に戻りますはい、全くあの私生活環境を、ガラリと変えて、もう あんまり私、そうですね、まあバッサリと切り捨てるの結構悩まないタイプなんで、ちょっと前まで村上理香子なんていう名前で、はい、人妻として、リラクゼーションのオイルエステの、セラピスト、2年近くかな、はい、やってましたと、っていうムービー上がってると思うんですよ。やっぱりその時もメガネかけてるムービーだと思うんですけれども、失礼、でそういうの全部捨てちゃいましたね、はい、で今はアウトレットショップで、はい、普通に女性として、はい、マダムな方々をお相手にお仕事させていただいてますけれども、今日はですね、セールなんですね。何これ宣伝的な、はい、はい、宣伝でもね、お店の名前言わなきゃね、どこのお店の宣伝かわかんないですもんね。結構通販大手のところが、直営的な、いろんなスーパーさんというかデパートさんとかにも、テナントで入っている、ところなんですけれども、はい、70% オフです、はい、もう今大変な状況になっているということで、業務連絡入りました。今日は、ね、私後半なんで、その時に働いているいでたちがね、パンツルックだなんてお話してるかと思うんですけれども、こんな感じなんですね、はい、パンツルックです。パンツスタイルで、パンツルックはですね、あまり私好きじゃないんですね、なぜかというとですね、特にこういうスキニーとか書くと、ここら辺がこうもっこりしちゃうじゃないですか。なんで今まであんまり好きじゃなくて履かなかったんですけれども、まあ、今となれば、ありなしなので、まあ、さくらんぼちゃんないですから、モンキーバナナちゃんしかないので、わかんないと思うんですね。はい。わかんない感じで。わかんない感じなんですよ。はい。本当にわかんないですね。むしろ今日はこの色目的には、まあ、わかんないかと思うんですけど、割と明るい色のパンツも、今回のお仕事で揃いまして、白とか、クリームイエローとか、サーモンピンクとか、いいですね。それもまあ最近はそういうパンツ類はストレッチを効かしているのが多いので、まあショーツが本当によく透けることさらに、ショーツのラインが、くっきりと、浮き出るところが、これはこれで、村田理香さんの、新たなるお色気の一面じゃないかななんていうふうに
勝手に思っております。ちなみに今日このパンツの中はですね、ボーダーの、ショーツです。はい、で、はい、今日はそのアウトレットの仕事を終えた後は、居酒屋さんのホールのバイトですね、真っ白のタイトスカートに してます、するつもりです。こう横のね、こういうボーダースケスケだと思いますけれども、女性のこうさりげない、なんていうんですかね、上質で、品のある、色気というか、あれというのはですね、男心をですね、和ませるんですね。はい、平和主義者なので、私もレトリカは、ま、私ごときのね、女性らしさで、男の人がほんわかした気持ちになっていただけるんであれば、ね、争い事が減るんであれば、まあ、それによって争い事が起きる可能性も、なきにしもあらずなんですけども、まあ、その一個人の方がね、あ、今日は幸せだな、ラッキーなんていうふうに、感じ取っていただけたら、それに越したことがないなという、完全にそこら辺は、男性目線ですよね。はい、まあ、私もともと別に性同一性障害者じゃないので、だからこそ逆に男性目線で、ね、あったらいいなっていうのを、女性にね、求めて無理強いして傷つけて、行うよりは、自分でやってしまうということで、ね、女性名解明まで済ませて、女性的に生活している MTF ですので、どうしても目線は男性目線になりますよね。というお仕事も今日やってます。ちなみにですね、そうなんですよ、実はその居酒屋さんでちょっとプルプル言ってる、の働きが、目に留まりまして、週1回だけなんですけれども、今スナックなんかも、うちでぜひやってよって、やりないよみたいな、あ、当然女性として働いていいからね、てか別にニューハウとかそんなこと言う必要ないからって、どうせそういうこと言うと、そのメディアでね、望まれてるようなことを強要されるでしょ、そういうの嫌でしょ、つらいでしょって分かってくれてるママさんなんで、あなたは本当にもう解明までしている村田理香というみなしの女性なんだから、女性として働いてくれれば全然構わないから、週1回おいでということで、はい、引き抜きというか、ま、捨てる紙あれば拾う紙あり、バカとハサミは使いようということで、そんな動きもしております。あと言っても私は昔から、もう改名している5年前からパフォーマーではありません。はい、謙虚に、つつましやかに、定粛に、大和なでしく、よろしくなスタンスで、はい、働いております。という今日のムービーでございました。はい、よかったらセール来てください。結局宣伝でした。ちゃんちゃん。はい、ということでエンディングのトークです。MTF 塾女、47歳の諦めないね、テッキーな村田理香でした。ではでは。